こんにちは今回ご紹介するのはこちらの一冊です。イルミネート道を照らせこちらはですねリーダーのための、えー、ストーリーテリングの本になっておりますで。リーダーはチームの仲間を率いてビジョンを達成するためにさまざまな、えー、難関を越えていかなければいけないんですがそれがその大まかに3つの物語3つの展開をたどるというふうに言われています。でその3つがさらに 詳しくえ5つのステージに分かれていまして、じゃその5つのステージでそれぞれ何を語るべきかということがわかりやすく書かれているえ一冊になっています。でその 5, 5つのステージとはどういうものかと言いますと、ここの帯に書かれているわけなんですが、まず一つは構想段階ですね。構想のステージ、そして跳躍。 格闘そして、まあ、登るですねそして到達のステージということでそのそれぞれのステージで何を語るべきかそれはストーリーという方式物語という方式そしてもう一つはセレモニーそしてあとシンボルというものもあるんですがこの4つのツールを使ってどのように仲間たちと一緒に、えー、仲間たちの気分を、えー、ビジョンに向けそしてそれを実現していくかというようなその方法がストーリーテリングが書かれた一冊です。 非常に実践的な本ですので、これはぜひ読んでいただきたい一冊だと思います。以上です。